ケーブルテレビをご覧の皆様、塚田健二です。ラーメン大好き、食べるの大好き、三宅智子です。ということで、新年ですね、はい、8月、夏真っ盛りでございます。よっしゃ。と思えないぐらいなんか涼しくないですか。そうなんですよ、はい、今年のね、新書ですね、7月エアコンいらず、なんかね、めちゃくちゃ涼しかったんですよ。でね、今8月なんですけども、本日のオープニングはですね、ストバナカをずっと上がってき、長崎からずっと上がってきたここ木なさという、ところにいるんですけども、涼しいですよね。涼しいです。気持ちいい。もうね、このね、木なさというところはですね、数々のね、伝説を持ったこれ地域なんですよ。お、鬼がいたとかいないとか、いないとか、なんかいろいろあるんですけども、やっぱり涼しいですよね。涼しいですね。すごい気持ちいい。そうなんですよ。新種のいいところはですね、もうね、長野県中が避暑地、これがやっぱりね、長野県のいいところですよ。空気が美味しい、水も美味しい、ラーメン美味しい、美味しいものづくめですよ、はい、じゃあ元気にいっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。いきますよ、みんなのラーメンスタートです。愛の出張ラーメン、はい、さあやってまいりました。久々ですね、このコーナー。いや、このコーナー久々ですね、はい、あれ、うちのお母様に作って以来かしら。お墓で作った以来ですね。お墓で作った以来ですね。今回はどんなのをやってくれるんですか。今回はやっぱりね、信州の夏と言ったらキャンプ、キャンプと言ったら流しラーメン、これ信州の当たり前ですから。本当ですか。キャンプで流しラーメン、信州の人は600万人くらいみんな流しラーメン大好き。本当ですか。初めて聞きました。いやいや、常にラーメンの新しいブランドを信州に吹かせるのが私の役目ですよ。皆さん、今年は流しラーメン一緒にやりましょうね。ということで、本日はですね、はい、旅の駅木那さんですね。今日はね、美味しい流しラーメンですね、木那さんの皆さんと一緒に楽しみたいと思います。本日の流しラーメンなんですけども、もうね、流しラーメンって言ったら普通のつゆとかを使って流しラーメンやると水から直接入れるんで、ちょっとだんだん物足んなくなってくるんです、味が。で、僕の流しラーメン、僕流流しラーメンのおすすめはですね、まあ、ご家庭でもできますよ。お風呂場とかでも短いね、あの塩ビのパイプとかでもできるんですけど、これ冷やし中華のタレ、冷やし中華のタレ、市販品でもいいですし、うちはこれ自分で作ってきた小楽亭特製の冷やし中華のタレを、冷やし中華のタレって甘さ、酸っぱさで、ちょっと強めの味なんですよ。水をジャバジャバ多少入れてもびくともしない。あ、ずっとね、薄まったぐらいがちょうどいい。そうそう、薄まったぐらいが、最初はちょっとしょっぱいかなって思うけど、つけてるうちにどんどん薄くなるんで、なるほど。このね、でも酸味とか甘みが強いんで、最後まで美味しく食べれるっていうのがこのね、これがおすすめ。今回はですね、こう麺は国産小麦、春よ来い 100% の麺を使用してます、はい、ね、それをよく茹でて、そちらで冷やして、あちらからともちゃんはね、はい、手袋していただいて、茹でた麺をあそこから皆さんに一つまみずつ流してもらうという。なるほど。だからね、信州のね、夏の、まあ、ムーブメントにしたい流しラーメンですね。ぜひ皆さんもご家庭でも楽しめますので、ぜひ、今年の夏は楽しんでみてください。信州の夏といえばキャンプ、キャンプといえば流しラーメン、ということで、小楽亭特製の冷やし中華のタレとこだわりの麺を使った流しラーメンを木那さの皆さんに振る舞います。どんどんどうぞ、どんどんどうぞ、そうだよ、自分でもらって、はい、どうぞ、はい、すみません。で、流れよっしゃー、しゃよっしゃー、ドーン。じゃあ皆さん流します。どんどん流してよ、どんどん流して、でかいね。あ、もうちょっとちっちゃい、こんな感じ。どれぐらいがいいんだろう。結構早い。そうなんですよ。この弁当に匂われてる。食べて。やる？いいよ、食べて。あ、
どんどん取ってください、はい、どんどん。ダッシュザルの中ね。ダッシュザルの中。ありがとうございます。ありがとう。緊張がめっちゃ。お、ありがとう。はい、伊さんからお裾分け。いけ。こうだめ。お嬢ちゃん。あー、やった。お嬢ちゃんどうですか。どうですか。楽しい？おいしい。流しラーメン楽しい？楽しいね、いいね。口の周りつゆだくでいいね。牛丼みたいになってるね、いいね。あ、そう。お母さんいかがですか？おいしい。おいしいですか？しかし、キナさんの人は美人が多いですね。私以外はね。みんなキナさんの人は美人。ね。今、ちなみに女性にお年付けの人ですよ。おいくつですか？20歳。高校生ぐらいですね。そうです。ね、素敵だな、もう。どう、ボクちゃん、おいしい？はい、食べた？おいしい？おいしい。お箸が反対だからだめ。うまかったね、今。あ、もうちょっと入れてあげる。ほら、ほら、ほら。この人は食べられないんだな。そうなんですよ、まだ食べられないの。まだなんだね。え、何やってんすか？ねえ、私ちょっと働いてるんですけど。めっちゃうまいじゃないですか。食べたい、食べたい。変わってくださいよ、変わってくださいよ。え、何やってんすか、宮田さん。え、変わってくださいよ。何やってんですか。働いてください。めっちゃうまい。帰ります。変わってくる。じゃ、帰りますよ。はい、やったー。こんにちはくださいね。ちゃんとこんにちはください。行きますよ。じゃあ皆さん行きますよ。はい、どうぞ。ちょっと。どうした？はい、宮家さん。何やってんすか？早く食べてください。宮家さん、早く。宮家さん、早く。何やってんすか？みんなちゃんと食べてるじゃないですか、ちゃんと。宮家さん、何やってんすか？もっとあっち行って。宮家さん、もっとあっち行って。宮家さん、ちゃんと取ってくださいよ。何やってんすか、宮家さん。ちゃんと取って。みんな食べてくださいよ。なんかザルの中にいっぱい入ってないですか？今のうちどんどん食べちゃってください。いきますよ。いいね。おいしいです。うん、すごい美味しい。その声を待ってたよ。美味しいです。ということで、流しラーメン中なんですけども、なんとですね、旅の駅、キナサの直売所の皆様方が何か PR で来てくださいました。直売所のお名前は何ていうお名前なんですか？直売所チョックラです。チョックラ、はい、さあ、何か素晴らしい特産品があるということで、はい、お願いします。はい、私たち女性部でやってる手作り味噌なんです。はい、はい、今手作り2年熟成っていうのを皆さんにお売りしてるんですけれども、はい、はい、こだわってお豆きなささん、はい、お米麹を作るお米もきなささん、はい、それであとはもう塩を加えるだけの本当にエコなお味噌ですので。なるほど、はい、もう、はい、昔ながらのお味噌ってことですね。もう信州の皆さんがみんな手前味噌をやってた頃の、はい、手作りの味噌、はい、ちょっとお色を見せてもらっていいですか？はい、この味噌のお色見てください、はい、すごく熟成感のあるね、はい、美味しいお味噌ですね、はい、そして、はい、もう一つ何ですか？これはアジエゴマって書いてありますけど、はい、これはエゴマパウダーです。エゴマパウダー、はい、流しラーメンに入れてパッパッと入れて食べてもらうと、はい、栄養もあって。それ早く言ってください、はい、流す前に提供してもらえればみんなでね。皆さんエゴマの油も特産なんで、今はちょっとエゴマの油が
あのちょっと直売所切れてますけど、あ、またあの秋から売り出しますので、よろしくお願いします。秋からエゴマの新油が出ますので、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、あとは新鮮な野菜は直売所の中にいっぱいありますので、はい、お願いします。新鮮なお野菜、ぜひね、旅の駅きなさんに皆さん、ご来場ください。よろしくお願いいたします。皆さん手振ってみましょうか。はい、ラーメン巌流島信州ラーメンチャンピオンシップシーズンファイナル、さあいよいよ2回戦第1試合ということで、早いですね。早いも何も、もう河原は暑いし、暑いですね。試合は早いし、もうたまんないですよ。はい、そんなこの暑い時のテーマは何ですか。はい、この暑い時こそこちらでございます。どどん、モロッコ。モロッコ料理って何ですか。これテーマ僕決めてないんですけど、ディレクターが勝手に決めてるんですけど、国を。なんやねん、モロッコ料理って。モロッコ料理って何ですか。全く思いつかない。でも楽しみでもありますね。あ、楽しみですか。いや、どんなのが出てくるのか、いや全く想像つかないんで。想像つかない。ちょっと楽しみではありますね、うん、はい。それでは選手の入場です。青コーナーよりズンバチ堀江選手の入場です。どうぞ。まさか、ヒゲだけですか。ヒゲだけですか。いや、これ国旗ですよ。あ、これ国旗なんですか。そうです。なんか赤いなんとかの預言者のなんかが、こう緑のなんか誤報室なんとかシーンをやってっていうことです、はい、てか、わかんなくないですか。何なんですか。僕ここに来るまでずっと塚田さんがそういうこと言ってんだと思って、はい、あの塚田さんが言うことだったらと思って考えてきましたけど、はい、さっきオープニングの時にディレクターがとか言って、この野郎とか思ってでしょ、はい、俺に、なんでモロッコなんだって言おうと思ったでしょ。言おうと思いました。モロッコの人に謝ってください。モロッコの方すいません。赤コーナーより高校、武士守屋面々青木選手です。どうぞ。口の敵って何ですか。これ何ですか。すいません、ちょっと小芝居してみました。モロッコの人を何だと思ってるんですか。いきなり出てきて父の敵ってモロッコ、そんな人ですか。みんななんとなくこう見つけたんで。いや、モロッコの人に謝ってくださいよ。申し訳ございませんでした。ベルベル人です。でも僕らモロッコのことよく知らないですけど、なんとなく、あ、納得せざるを得ないというか、これ合ってるんですか。合ってると思いますよ。いや、本当にモロッコって言われてどこにあるのかもわからなくて、いろいろ調べて、うん、でモロッコ料理というものを食べたことないので、はい、また東京に食べに行って、あ、モロッコ料理食べに行ってきました。偉いよね、最近このシリーズ始まってから全部東京にそのシリーズ食べに行ってますもんね。長野県なかったんですよ、モロッコ料理が。あったんですけど潰れちゃったさあ、この難しいモロッコ料理、いかなる戦いになりますでしょうか。いよいよ開戦です。ラーメン巌流島シーズンファイナル2回戦第1試合、ラーメンズンパチ対武士守屋めんめん。爽やかなコク、クラフトボスミルクティー、甘さ控えめすっきり軽やかクラフトボスミルクティー、こういうミルクティーをずっと待ってました、クラフトボスミルクティー。ということで本日はですね、スペシャルゲストが来てくださっております。まずはですね、ワールス長野 GM の土橋さんです。いやー、こんにちは。豊かな香りで大満足、クラフトボスミルクティー、よろしくお願いします。よ、そしてなんともう一方ゲストが来てくださってます。ワールス長野のマスコットガール、さちちゃんです。こんにちは。ボスから好転の第2弾、クラフトボスミルクティー、こんにちは、よろしくお願いします。なんか告知があるんですよね。告知があります、はい、告知お願いします。いいですか。あ、2人で告知していいですか。いいですか、うん、早速ですね、はい、8月25日、はい、ボアルース長野3000人チャレンジデーを開催します。3000人、そうなんです。めちゃくちゃすごいじゃないですか。ホワイトリングで1時からキックオフで湘南、うん、違うな、仙台、ボスコール仙台と試合がありますので、ちゃんと覚えてくれるかな。忘れちゃいましたね。PR ちゃんと覚えてくれるかな。試合ありますので、ぜひ皆さん3000人よろしくお願いします。先行はミスター巌流島ことラーメンズンパチの堀江。長年の巌流島出演で培った経験を生かし、全身全霊をかけてモロッコラーメンを作り出す。それでは先行の堀江さん、はい、今日は大変難しいと思いますけども来た瞬間に、はい、なんとなくもう感じ出ちゃってます、はい、
これあの噂の。そうなんですよ。タジン鍋って知ってますか。タジン鍋、はい、ちょっと勉強してる。タジン鍋だけ、はい、モロッコを信州で挟み込もうっていう、はい、ことですね。下地はズンパチの豚骨スープ。あ、豚骨スープ、はい、あの豚食べないらしいんですけど、あ、モロッコの人はまずね、はい、食べないのに思いっきり豚使ってくる。そうです、だからもう間は豚使わないですけど信州で挟む。これあの英語の信州プレミアム和牛。それだけでいいですか。うん、これだけでいいですよ。ミスジです。白いご飯ともうそれだけでいい。お願いします。あとはいいや今日、はい、じゃあみんなのステーキって番組でいいですね。あ、今日だけそうしよう。もうこれだって、はい、この肉がうまそうだもん、みんなのステーキでいいよ。とにかく、うん、モロッコの、うん、なんだっけ、なんていうスープだっけ。ハリラ。ハリラっていうスープ。なんで敵に聞いてんだよ。ベースはトマト、はい、オリーブオイルと、うん、あとこれあのモロッコ料理みんな入れるんですけどクミン。クミン、なんかなんかいい作用があるみたいですよ。なんか抗酸化作用、スパイスのね、いい作用がね。なるほど。これがこれとあとひよこ豆と、うん、まあ、要はスパイシーな、辛くない、辛くないスパイシーなひよこ豆の、スープなんですが、はい、ちょっと硬くしないとラーメンに乗らないので、はい、今回はちょっとね煮詰めて、こうなって、あ、詰まってるんですね。そうそう、もうそぼろというか、これ多分日本で最初の最後の、最初の最後、あ、最初の最後のモロッコラーメン。あ、でもそうかもしれない。絶対モロッコラーメン作った人見たことないわ。だってこのみんなのラーメンみたいなこう素敵な番組世界にないんですよ、ね。お前ディスってるだろ。軽くディスってるだろ。悪口しか言ってないでしょ。そうだよ。もう文句しか言ってない。もうね、モロッコ鬱になりそうでしたから、ね。思いつかなすぎて、ね、はい。いや、俺もちょっとね、モロッコ料理予習してこようと見たんだけど、はい、あ、今回食べたくないわちょっと思うぐらい難しい。まずこう。何スープって言いましたっけ。ハリラですね。これね、結構美味しかったです、モロッコインゲンが。甘くてね。なるほど。できました。はい、パクト。豚とモロッコ、そして信州が奇跡のコラボレーション。果たしてそのお味は。じゃあ、いただきます。お願いします。まずスープ、こ溶かす感じがいいですよね。そうですね、そうですね。まあ、トマトもスパイスも味噌に合うもんなんで。あ、でも美味しい。ほら、本当に。だから普段は豚肉食べないんですね、向こうの人。そうです、そうです。今初めて豚と、向こうのなんてスープでしたっけ。なんでしたっけ、スープ。ハリラ。ハリラ、ハリラ。ハリラが今出会いましたよ。うん。ねえ、いかがでございますか。今年一押しです、このお肉。お肉今年調子いい。お肉出ましたよ。美味しい。英語やからね。そっから行くんですね。え、モロッコインゲン、モロッコインゲンからね。どうですか、モロッコ人として。母国思うね。母国思うね。思い出すね。インゲン食べただけで。どうですか、すごい初めて食べたモロッコラーメン。いや、モロッコ料理が初めてだったので、はい、あ、これがモロッコ料理なんだって思いました。ああ、なるほど、はい。すごく美味しいです。もう間違った何かを認識させてしまったってことですよね。この辺が信州っぽくて、はい、この辺が挟み込んだやつですね。そうです。モロッコ感、いただきます。うん。お、うまいね。うまいっす。俺のモロッコの経験しかないから。これがモロッコ料理だと思ってます。あ、やった。俺のラーメンが塚田さんのモロッコ100を占めましたよ。後攻めは無冠の女王、上田市武士守屋面々の青木。テーマを表現する力は出演者の中でもトップクラス。今回はどんなラーメンで勝負するのか。今回はどのような。一生懸命調べたんですけど、モロッコ料理を食べたことがないので、はい、まず食べに行ってきました、はいはい、それでね、そこのお店でちょっとね、はい、ワインにコーラっていう飲み物を持ったんですよ。ワインにコーラ、そう、結構モロッコの方たちがよく飲まれる、はい、飲み物を今日は皆さんにも飲んでいただきたいなと思って。なるほどね。
モロッコの暑い日中に乾杯。何ですか、初めてですね。いやあ、いいわ。まあいいね。はい、モロッコの日差しを浴びながら。いいねこれ。いいね、イメージより全然美味しいね。はい、ズンバイさんと被ってるか。完全に被ってます。この鍋。タジン鍋。はい、タジン鍋完全に被ってる。それで食べるんですか、また。はい、これはね、ちょっとトッピングにします。別皿の。鍋では出さない。さっき堀江さんのところでもありましたけど、はい、あのハリラっていうお豆のスープ、はい、あのラマダンの後とかに一番最初に食べる、はい、お食事の豆の。あ、絶食をした後に、はい、その優しいお豆のスープで体に手をつける、はい、手をつける。それで今回お肉はあのイスラムの国で豚を食べないので結構羊とか食べるんですよ、はい、で羊のミートボールを中に入ってる、はい、羊のミートボール。羊のミートボール、うん、で今回熊人さん麺ではなく、違う、熊人麺ではなく、これ絶品ですよ。もう本当に私この間食べて感動した麺をぜひ皆さんにも食べていただきたいと。乾麺なんですね。乾麺なんですね、はい、これ本当にね、本当に美味しい、万能なんですよ。チンタンにも合うし、豚骨にも、茹で加減だけで全部調整できる。本当に今回あのクスクスを、クスクス聞いたことありますけど、クスクス何ですか。世界最小のパスタです。うん、でちょっと今野菜を蒸しましたので、はい、これをあ、ちゃんとタジン鍋蒸し器として使って、はい、使います。なるほど、夏野菜いいね。さあ、そして、はい、あ、麺上がりましたよ。来ました。さあ、はい、麺さん見せ場ですよ、初の。はい、初の。これ難しいですよね。さあ、来た。さあ、家系のような。できない。できない。箸使わなくていいじゃん。あ、そっちへ。あ、こっち、こっちへ。そっちへ行く。大丈夫ですか。もう張り付いたら二度とことないもうそこはもう、そこはもう見た目がもうね、あ、なんか羊っぽい香りする。羊ゴロゴロ、ね、ゴロゴロだねこれ。アロマオイル、うん、アルガンオイル、アルガン、アルガンオイル、アルガンオイル、モロッコ産で、これめちゃめちゃ抗酸化作用があって美人になるオイル。これ何を元に作ってあるんですか、アルガンオイル。僕知らないです。アルガン豆かな、ローストしたアルガンオイルだし。おお、これは一般的なんですか、モロッコでは。モロッコではこのアルガンオイルをすごくたくさん食べてますね、はい、ビジンオイルって言われてるオイルで何でも。飲んだ方がいいね、もう青木さん、青木さん、生きなみしてた方が。青木さん、生きなみしてください、今1本3000円します。はい、完成です。あれーさせー、アリラクスクスタジン鍋、モロッコを詰め込んだ本気の一杯、審査員の評価やいかに。いただきます、ね、どうやって食べればいいの。まずは、はい、はい、じゃスープいただきます。あ、もう全然あの堀江さんのとはまた違いますね、やっぱり違います。羊がすごい、結構豆入ってますね。豆入ってます。入ってます。まあもう豆しかないぐらい豆なんですもんね。豆って食べた瞬間にね、ハってなるんだね。うん、美味しい。私羊大好きなんで、めちゃくちゃ美味しいですね。本当ですか、羊好き、うん、スープ美味しい。どう、ちょっと待ってください、汗が。あれ、なんすか。ボアルズ長野クラブ会員募集中です。なんかこんな芸細かいな。豆の味がすごい結構こう強くて僕結構好きですね。いただいてみたいと思います。合います。うん、で誰もこの羊のお肉を怖がって食べなかったので私がちょっと震えてるやつ。え、震えてるやつ。そうですか、いただきます。いけるのか。美味しい。お、さっきのラーメン美味しかったですよ。日本向きで、こっちはすごくモロッコに勝手を忠実に作ってあるというか、さっきにも増してモロッコ感が強い。これね、いい勝負ですよ。すっきり軽やかな新感覚ミルクティー、クラフトボスミルクティー。審査スタート。5人の合計得点で勝敗が決まります。結果発表。
灼熱の2回戦第1試合、まずは先攻ズンパチ堀江さんの点数オープンです。どうぞ。219点すごい。いやこんだけ点数取ってもね、まさか勝てないとは思いませんでした。じゃあすいません、ありがとうございました。まだ後攻め武士森や面々青木さんの点数オープンです。どうぞ。ババン。これちょっと待ってくださいよ、これ過去最強、あんまり220前半見たことあるんですけど、5を越したのあんまなくないですかね。すごい嬉しい。人生の中でモロッコって本当にあんまり知らないし食べたこともなかったですけど、はい、でも少なからずモロッコを感じるようなね、そんなものを食べさせてもらいました。ありがとうございます。そうですね、美味しかったですね、美味しかったです。これは名勝負でしたね。モロッコ名勝負。以上、ラーメン巌流島でした。今月のみんなのラーメンいかがだったでしょうか。ということで、午前中の流しラーメン、うん、あれはキナスの山で涼しい中で、あのたくさん老若男女、ね、もう笑顔がすごい嬉しかったですね。そう、みんなワイワイ言って流しラーメンを楽しむ、ああいうのいいですね、やっぱりね。もううちでもやりたいですもん、子供と一緒に。いいですね、お風呂場なんかでね、小さい身のパイプでね、あれできますよ。冷やし中華のタレで、タレでね、あれがいいんですよ、あれがいいんですよ。そして打って変わって河原に降りてきたら、あ、スカッとやっぱりビンビンで日陰がなかったんで、そう直射日光ビンビンに浴びました。暑いって言ってんのにめちゃくちゃ暑いラーメン。モロッコの暑いラーメン、まあ、暑いのしかやりようがなかったですね。そうモロッコで、あの二人の勝負も暑いし、ラーメンも暑い、そんな暑い夏はですね、うん、こちらです。ドーン、西駿河のコカさんにお邪魔してるんですけど、こういうね、こういうクリームソーダ、うん、夏のクリームソーダちょっといっちゃいますか。うん、あ、アイスしか、このアイスの色見てくださいよ。そう、赤いクリームソーダって珍しい。定番はこっちの緑だけど、このね、赤いグラデンのね、うん、クリームソーダもいいんですよ。こうやっぱ暑い夏はアイスをね、最高です、汗いっぱいかいたんで、うん、夏のアイスってなんでこんなにいいのね、生き返りますね、生き返ります、最高でした。ということで、新種はですね、暑い、8月ですけども、まだまだ、夏バテせずにですね、美味しいラーメンを食べて、皆さんたくさん水分をとってですね、元気に8月を過ごしていただけたらと思っております。それでは皆様、さようなら。ラーメン。